中村家住宅琉球建築は沖縄県の伝統的建築である。かつて琉球王国に属していた鹿児島県奄美群島でも一部見られる。沖縄の伝統的建築は主に琉球王国時代に現在の様式に発展した。建造物の多くは建築様式や素材、技術などで他地域の建築との類似点が多く見られるが、風土、社会、 資源等の面で異なるために、独自の発展が見られる。住宅のほか首里城の建物、沖縄の神社に、琉球建築の特徴が多く見られる。戦死時代には岩陰、洞結住居に住んでいたと考えられ、縦穴式住居や小丸太を低く組んで草を吹いた、草奥もあったと推察されている。その後、柱を地中に埋めた掘立柱形式の穴屋を経て、 祖先に柱を乗せて、柱間を抜きでつなぐ、缶、木屋へと、その構造が変化した。第二次世界大戦後の混乱期に、米軍軍政下において、応急的な木造企画住宅が多く作られ、その後の復興期にコンクリートブロック作り、鉄筋コンクリート構造が一般化していった。木造民家の多くでは、頻繁に襲来する台風に備えて、 敷地周囲に、石積みの塀を巡らせた上に屋敷林を植え、軒先が強風で煽られないように軒を低く構えて、屋根が強風で飛ばされないように屋根瓦を漆喰で固定し、瓦の飛散防止と屋根、建物の重量を増すことで強風に耐える作りになっている。また、夏場の日射を遮るように軒を深く出した、雨橋と呼ばれる軒下空間が設けられていることが多い。 伝統的な琉球の民家では、室内は畳を敷き詰めた和室となっている。民家の間取りは、広い土間を取り、縁側や床の間の存在など、日本の民家の構成要素を踏まえたものであるが、風水を意識することが多いなど中国の影響も見られる。ありがとうございます。